はい、えー、国際交流基金トロント日本文化センターの、えー、日本語教師のための初めてのウェブサイト作成の、えー、オンラインコースにご参加の皆様、こんにちは。えー、村上先輩です。あの、<laughs> このコースでは先生ではなくて先輩と呼んでいただきたいと思っております。はい、えっ、ー、と、これはですね、今日は、えっ、ー、と、Google サイトの作り方をまずご紹介したいと思います。えー、それで、あの、えー、実際に 来週の火曜日までに、えー、作っていただかなくても結構ですが、とりあえず見るだけは見ておいてください。このビデオですね。えー、作りたい人はもちろん先に作って、つまずいてしまったところを僕に質問するという形でも結構です。だけですがあの、火曜日には実際にこの作り方を一つ一つ紹介はしないので、えー、見るだけは見ていた,いただきたいと思います。それから日本語の母語話者の方は、えー、なるべく2倍ぐらいのスピードで このビデオを再生することをお勧めしたいと思います。はい、もし分からないところがあったら一時的に、えー、一時停止したり再生したりしてください。はいえー、今回は、えー、とスクリーンショットをですね、80枚ほど撮影しましたので、それを見せながら、えー、実際の作り方の手順をご紹介したいと思います。ではまず最初のスクリーンショットからですね。はいえー、一番最初にすることは、えー うですね、あちなみにこれは Chrome という、えー、インターネットブラウザーですね。その、えー、Chrome の、えー、アドレスバーというところに、sites.new というふうにインプットしてください。sites.new ですね、はい。そうすると、でそれで Enter キーを押すと、あれあれはい、えー。もう自動的にですね、えー、こういうあの Google サイトの 新規作成のページに、ページが開か,開かれます。あの、ここの、えー、っと、ここのですね、えー、っと、文字列は多分違うと思いますが、それ以外は、あの、あと、ここの僕の顔ですね、これ以外は皆さん、同じ、こういうページのタイトルと書いて、こちらに挿入できるものの一覧がある、このページが開かれるはずです。はい。えー、っとですね。 ではあの、そこに、まずタイトルを付けなければいけないので、ここにご自分の好きな、えー、コースの、まあ、ご自分がこれから日本語のコースを、えー、この Google サイトを拠点にして、えー、開くことを念頭にこれ、このコースを作っていますけど、えー、ご自分のコースのサイトとしてふさわしいお名前を入れてください。ここでは、えー、Learn Japanese Through Social Media というタイトルにしています。 はい。で、今、それで、あの、エンター、Enter、キーを押すと、さっきここに無題のサイトというふうに書いてあったんですが、そこに自動的にここに入力したサイトの名前が入ることになります。はい。では次にですね、タイトルを入れてみましょう。さっきここにページのタイトルというふうに書いてあったところに、そこをクリックすると編集できるようになりますから、ここではレッスンズというふうに入れてみます。 こんなふうになりました。こういうふうになったわけですね。はい。では、ここで、えー、挿入の中のテキストボックスというところを選んでください。そうするとこちらにテキストを入力する、えー、欄が現れます。はい、で多分、皆さんですね、えー、あの行動中心アプローチによる日本語教師研修に参加された方は、もう最初のレッスン がいくつかできていると思いますから、その内容をここにペーストしてみてください。まあ、ここではですね、えーあのー、僕がツイッターで日本語を勉強するための、あのー、あくまでも例ですけど、2つ分のレッスンの CanDo それぞれ3つを、あっと、レッスン1では CanDo3 つ、レッスン2では CanDo2 つ、えー、をここに書いています。 えー、これはですね、今、ペーストした状態では標準テキストになっていますから、一番上のレッスン1というところをまず選んで、それを見出しに変えますねあの。で、この標準テキストという、あ、ちょっと待ってください。もう一回見せます。この標準テキストの右側に下向きの三角形が見えると思いますが、この下向きの三角形をクリックして、次にこのように、えー、現れるメニューの中の見出しですね。見出しというのをクリックすると、 こういうふうに少し大きくなって、えー、字の色もちょっと変わるわけです。で、その下に Cando が3つ書いてありますから、この3つも選択して、今度はですね、ここの1、2、3というあの <laughs> 連番って言いますけど、えー、その番号付きの、えーうん、箇条書き、番号付きの箇条書きにすると。 あのすることができます。これをクリックするとですね、このように1,2,3というふうに出てくるわけですね。はい。で、レッスン2の方も、あ、ちょっとこれ邪魔だから、ちょっと動かしておきましょう。はいはい。はい、レッスン2の方も、同じように、えー、レッスン2のタイトルを選んで、この標準テキストの部分を見出しに変えて、はい。それで、ここの、その下のキャンドゥを2つも選択して、 ここの、それを標準テキストではなくて、あ、すみません、こちらですね。連番付きの、えー、箇条書きとしましょう。はい。これで、まあ、このレッスンのページはとりあえず完成とします。では次にですね、えっ、ー、と、さっきまで、今ここでは、この、えー、挿入という画面が、えー、タグ、タブがですね、選ばれているんですが、その次に、この、ページというところをクリックしてみてください。 そうすると、あ、このまたちょっと邪魔、これ。はい。そうするとですね、このページという、ホームというふうに書いてある、こういうえあのタブが表示されると思います。はい。で、下の方にあ、あもう一回戻りますね。はい。下の方にこのプラスのえーマークがありますから、それをクリックすると、 こういうふうに新しいページ、新しいリンクというふうに出てきます。ここではこの新しいページというのをクリックしてみてください。はい。そうすると新しいページの名前を決めるところがありますね。はい。ここでは、あの、申し込む人のためのコンタクト用のページを挿入してみたいと思います。ですので、ここにコンタクトというふうに今入れて、そしてこの完了を押します。完了ですね。 はい、そうすると、このようにですね、ホームの下にコンタクトという新しいページができていると思います。はい。で、この上の方にホームの他にコンタクトというのが一つできていれば、それで、えー、新しいページができたというわけですね。はい。では、この新しいページにも、やっぱりあの連絡先とか、あるいは申し込みのフォームなどを入れたいので、この挿入のタブを押します。 そうすると、さっきと同じようにテキストボックスとかいろいろなものを挿入することができるタブが現れます。はい。で、この今、ここではもう一回テキストボックスをクリックしてみましょう。そうすると、このテキストを編集することができる欄が現れますね。はい。で、そこにですね、まあ 僕の、まあ、ここでは僕の名前と E メールをまず入れています。で、同じようにですね、あちなみにここでもうクリックするだけで、あ、すみません、開業するだけで自動的にメールアドレスがリンクになります。で、同じようにですね、えー、すみません、これも邪魔なはい。えー、っと、まあ、Facebook とか Twitter とか LinkedIn とか、えー、Tumblr とかですね、もし、あの、ブログ、あ、ここではブログ入れるの忘れてましたけど、えー、まあ なんかあの、ご自分の、えー、連絡先になる、あの、えー、リンクがあったらそこをこちらにペーストするといいのではないかと思います。はい。ではですね、えー、ただ中にはそのソーシャルメディアでつながりたくないっていう人も結構いるんですよね。でそういう人のために、えー、申し込みのフォームを、えー、ここに挿入する。 あのやり方もご紹介しておきたいと思います。さっきですね、新しいサイトを作るときに、sites.new というふうに、えー、アドレスバーに入れましたけど、今度は同じように form. を、form.new、え、を、ー、このアドレスバーに入力してください。それで Enter ーキーを押すと、こういうふうにですね、これは Google フォームの、えー、新規作成の画面なんですけど、えー まあ、要するに何も入力されていない新しい Google フォームのページが開かれます。はい。で、これが開かれたところですね。はい。新しい Google フォームの新規作成のページが開かれたところです。はい。で、タイトルを、こういうふうにコンタクトフォームというふうにしてみましょう。で、えっ、ー、とあ、設定、すみません。一回戻ります。戻りました。はい。えっ、ー、と、ここの、えー、設定のページに、あの、あのー、 ンを開くには、ウィンドウですね。ここの歯車のマークを一回カチッとクリックします。そうすると、こういう設定の画面が開きますので、ここではですね、はい。このメールアドレスを収集するにしましょう。でそうすると、その人、相手が、あの、要するにメールアドレスも入れないで、申し込みされても連絡の取りようがないので、まずメールアドレスを収集する。で、かつ回答のコピー、あの、 相手にですね、確かにお申し込みをいただきましたということを、もうすぐその場で自動的に送ることができるようにするために、この回答のコピーを送信をしておくといいと思います。で、この回答者がリクエストを忘れてしまうこともありますので、できればこれを常に表示にしておくといいと思いますね。そしてこの保存のボタンを押します。はい。そうするともう自動的にこのメールアドレスというのが、ここに挿入されます。はい。 はい。では次にですね。あ、ごめんなさい。もう一回戻りますね。もう一回戻ります。はい。え次に、えー、もう一個新しい、えー、質問の欄を入れるので、このプラスのボタンをここで押してみます。はい。そうすると、えー、こんな画面が出てきますね。はい。で、ここではですね、えー、お名前をまずあの伺いたいので、その場合は、 ここに、まあ、英語でも何語でもいいですけど、あの、皆さんがアプローチしたい人たちにわかる言語で、まあ、お名前なり、YourName なり言えます。で、ここではですね、まだ最初はラジオボタンといって選択、あの、例えば4択とかですね、そういう時に使う形式になっているので、これを変えなければいけません。で、今のラジオボタンというふうに書いてあったところをクリックして、 まあ、あの、な、お名前とかメールアドレスを書いていただくときは、この記述式というのがいいですね。なので、記述式を選択します。はい。でそうすると、ここが記述式に変わりました。はい。で、えっ、ー、と、あ、すいません。一つ言うのを忘れましたが、えー、一つ戻りますね。すいません。ここをやるのを忘れていましたが、ここの、これを必須のスイッチをオンにしておくと、名前をいわいあの入れ忘れると、えー、 送信できなくなるので、必ずここに名前の入れ忘れがないようになります。はい、すみません。ちょっとそれやるのを忘れていました。この場合は。はいえー、でもう一つですね、何か特別なあの、えー、ニーズがあるような人のためには、えー、ここにあのそれを入力してもらうための欄も作りたいと思います。はい、あついまり、この場合はですね、 ここで今のすみません、二つ戻ったところですが、もう一回ここでプラスのボタンを押すわけですね。でそうすると、こういうふうに新しい質問を作ることができます。で、ここでその If you have special request, please fill in your、えー、なんか特別なあのリクエストがあったら下に記入してくださいというふうに書いてありますね。で、時々長くなることがあるので、あの記述式だと 1, あの1行ぐらいしか書けないんですね。それだと良くないので、 ここの記述式というのを選んで、段落というのを押すと、もっと長く書くことができます。でそうすると、これが段落になるわけですね。はい。うんと、あれ、今のは何あ、はい。で、今ね、すみません、一つ戻ったところですが、ここ無題のフォームになっていますが、ここをクリック、一回カチッとクリックするだけで、もう自動的にですね、ここに書いてあるタイトルが、ここに入力されるようになります。で、それで良ければ、えー もう、OK、ですね、はい、であの変更内容をすべてドライブに保存してあります、しましたと書いてあれば、それで結構です、えーで。もしですね、これをメールかなんかで送るときは、ここを送信するんですけど、今日は Google サイトに埋め込むという方法をとりますので、もうここまで、えー、あの質問ができて、変更内容をすべてドライブに保存しましたというのが書いてあれば、もうこれで、えー、完成です。 この Google フォームでは何もする必要はありません。はい、はい、では、それをですねこの Google サイトに埋め込む必要があるわけですね。はいですので、今、この Google サイトに戻ってきたところです。はいあもう一回一つ戻りますが、今、挿入のページが、あのここになんかあのスクロールバーがあるのを見ると分かると思いますが、実はですねここでは終わってなくて、もっと下の方にも行くことができるんですね。 でこの挿入タブの下の方を見ると、下から2番目に、ですねこのフォームというのがあります。でまずはフォームを挿入するので、これをカチッとクリックしてみてください。でそうすると、えー、もしですね皆さんが初めてこのフォームを作るときは、ここに1つしかないと思いますが、まあ、僕はもう何回もいろんなフォームを作っているので、この下にも表示されています。 で、最初はこんな風に、あの、枠が出るだけですけど、ちょっと時間を、あの、本当に何秒か待っていると、こんな風に色が出て、え、そのサムネイルっていうんですけど、どういうフォームがあるかを見ることができます。はい。で、ここではこの一番上のこのコンタクトフォームを入れたいので、これをカチッとクリックするわけですね。で、クリックすると、1個のアイテムを選択しましたとかいうのが出ますから、この挿入というのをカチッと選んでください。クリックしてください。まあ、そうすると、このようにですね。 えー、ちょっとこれ見づらいですね。はい。えー、コンタクトフォームがこのように Google サイトに挿入されます。はい。あ、それでですね、あの、でもこれで一応この Google サイトは完成です。はい。で、えー、でも実際にどのように見えるかをちょっと知りたいですよね。その場合は、ここのですね、えっ、ー、と、このマーク、上の方にあるこのマークが実際にそれがどのように見えるかを えー、確認するためのアイコンです、まあ。まずこれをクリックしてみましょう。はい。あ、またちょっと邪魔なのか。はい。えー、そうするとですね、あの、まあ、こんなふうに、この下の右下にですね、こういう画面が出てきます。今、ここの、えっ、ー、と、左から3つ目が白くなっていますが、これはデスクトップのパソコンで、あるいは、あの、まあ、デスクトップでもラプトップでもいいんですけど、要するにパソコンでどういうふうに見えるかという意味ですね。 はい、今、これ、コンタクトの画面がこんなふうに見えますよというのが表示されているわけです。はい。で、あの、さっきは、あの、ホームだったわけです。あ、いや、すみません、コンタクトだったわけですけど、このホームというのをあのクリックすると、このレッスンの内容がこのように表示されるわけですね。はい。で、次は、えっ、ー、と、この右、左から2番目の、えー、この、あの、アイコン、 をククリッししてみましょうそうするとですね、iPad などのタブレットでどのように表示されるかを確認することができます。はい、今、レッスンのところを見たところで、今度はコンタクトのところを、この iPad などのタブレットでどのように見えるかを確認しているところですね。はい。で、あの今のコンタクトの下の方まで来ると、このコンタクトフォームがこういうふうに表示されるというのを確認することができます。 はい、で今度は一番左の、えー、これはです、ね、スマホ用ですね、スマートフォンではこれがどのように表示されるかを、えー、今あの、確認できているところです、はい。これがコンタクトのフォームですねで、下の方に行くと、こういうふうにさっきのコンタクトフォームが、えー、だいぶ、えー、と横幅が小さくなって、えー、表示されているのが分かるんじゃないかと思います。 で次のページに行きたいとき、今はここはです、ね、もう一回戻りますが、ここはコンタクトのページでしたよね。じゃあ、ホームのレッスンの、えー、ページを見るにはどうすればいいかというと、ここに3本線がありますね。こういうのをハンバーガーアイコンとか言ったりすることがありますけど、ここをカチッとクリックすると、えー、っとページ他のページに移動することができます。今、コンタクトにいるので、このホームというのをクリックしてみます。そうすると、そのホームに書いてあるレッスンの一覧が見ることができます。 でできるわけですね、はい、あすみません。ちょっと一回戻ります。はい。で、これで確認ができたので、今度はこのバッテンのマークをカチッとクリックすると、元の編集画面に戻ることができます。はい。えー、っと。じゃあもう一つですね。えー、あの、今度は、あの、今のままではまだ編集状態で公開できていないんですね。なので、すみません。ちょっと戻りますが、えー、っと。 こここの公開というページを押します、えー、これをしないと、えーの、まだ今非公開なので、お客さんを実際に集めることはできません。この公開というのをああの、えー、押しますと、こういう Web への公開。で、どういう Web アドレスにするかということを、えーうん、ここでまず決めるわけですね。はい、で、僕はですね、LearnJapanese するソーシャルメディアというふうに書きたかったんですけど、これは長すぎてちょっと無理でした。 なので、もっと短くしなければいけないので、まずソーシャルメディアだけ入れてみたんですね。そうすると、もうこの名前は既に使用されているので、僕が使うことはできません。な,るの,なので、ソーシャルメディアジャパニーズというふうにすると、まだ使われていないので、これを僕が Google サイトの名前として使うことができるわけですね。ですので、ここで公開をこれで押します。はい。で、そうすると、サイトを公開しましたという 画面が出ます。で、これが出れば成功です。で、ここでですね、この表示というのを押しても実際に、えー、公開されているページを見ることができますし、これでもね、ちょっとすぐ消えちゃうんですよ。この、これはですね。なので、その場合は、ここの公開のところの右側の、えー、下向きの三角形ですね。これをクリックして、えー、公開したサイトを表示。これを押すことでもご自分のウェブサイトを、あの、 ご自分以外の他の人がアクセスしたときにどう見えるかというのを確認することができます。はい。で、今の、えー、っと、もう一回戻りますが、公開したサイトを表示というのをクリックすると、もうここのアドレスバーを見るとお分かりだと思いますが、これが実際に、あの、皆さん以外の他の人にも見える画面ですね。はい。で、これですね、とっても大事な URL、リンクですから、アドレスですから、あの、 えっと、忘れないようにしなければいけません。えっ、ー、と、あともう一つですね。すいません。この、あの、うん。えー、Google フォームですね。さっきの申し込み用の Google フォームの、あの、誰かが申し込んだときに通知を受ける設定もしておいた方がいいですね。じゃないと、あの、返事とかできませんからね。はい。で、そのためには、えー、さっきの Google フォームをもう一回開いて、えー、うん。 この回答というところを押します。さっき質問が最初はあったので、ここが回答ですね。はい。回答を押しますね。で、あ、すみません。ここの、えー、3つの3本線のところですね。この3本線をカチッとクリックすると、こういうふうに新しい回答についてのメール通知を受け取るという欄がありますから、ぜひこれを選んでください。これを選択してください。はい。で、その後でさらに、 えー、それをですね、あのー、まあ、Google フォームでも見られるんですけど、できればこの表計算ですよね。Excel のような Google スプレッドシートって言いますけど、それであの一覧が見れる方が楽なので、こちらに保存できるようにしておきましょう。この緑色のこれをカチッとクリックします。はい。でそうすると、まあ、最初に新しいスプレッドシートを作成に出ていますので、これを、これを、このままでいいと思います。これで作成をカチッとクリックします。 でもうこれで作成されていますので、今度はもう一回これを Google スプレッドシートのアイコンをクリックします。はい、そうすると、このようにメールアドレスとお名前と特別なリクエストがあったら、ここに、そこに書いていただくという、こういう表計算ソフトのデータが見えるわけですね。はい、ではですねあの、さっきすいません。あの これもう一回 Google サイトの方に戻ったところですけど、あ、ちなみにですね、あの、この上の方にある、えー、っと、これが Google サイトのところですね。この辺をカチッとクリックすると、えー、あの、Google サイトのウェブページに戻ることができると思います。で、この、あの、これが公開されているページですけど、その右側にこの星マークがありますね。この星マークをクリックすると、 これをブックマーク、えっと、つまりその、えお気に入りとして、ブラウザに、ブラウザからいつでもアクセスできるように、あの、記録することができます。なので、まずこれをカチッとクリックして、えまあ、タイトルは何でもいいですけど、まあ、普通でしたら、え皆さんが作ったウェブサイトの名前ですね。ここに書いてあるこの名前が、ここに表示されますので、 で、えー、まあ、場所としては、ブックマークバーというふうに書いてあったら、この、えー、アドレスバーの下に普通は表示、今はちょっと消してあるんですけど、わざと。えー、邪魔なのでね。で、ここに表示されるブあの、領域がブックマー、ブックマークスバーと言われているので、そこに皆さんの、えー、ウェブページのリンクが挿入されることになります。で、ここでダウンを押すわけですね。はい。で、そうすると、えー、こうやって、 あの星マークに色がついている状況になります。はい。はい、あすみません、もう一回戻ります。で、あのもう一回ですね、これを見てあの、もう少なくともこの公開されているウェブページにはす,あのすぐにいつでも,もうアクセスできるようになるわけですね、皆さんもね。で、何か修正したいときが出てきたら、この右下の方の鉛筆のマークですね、これをカチッとクリックすると、こういうふうにですね、さっきと同じように。 編集用の画面を開くことができますので、いつでも新しいコンテンツを追加したり、間違いを直したりということができるようになります。はい。えー、僕の方からは以上ですね。えー、何分くらいかかりましたかね。ちょっと意外と時間かかっちゃいましたが、まあ、これでもう Google サイトが、えー、できるようになりますから、ぜひ火曜日、あのカナダ東部時間でいう火曜日ですね。えー、火曜日の晩に応援できればと思っております。 ではさようなら。